それで、なんでみんながここにいるわけ？そんなの3人が心配だったからに決まってるよ！え？心配？花代ちゃんたち、ここのところ毎日用事って言ってどっかに行ってたやろ？その上帰ってくるのは遅いし、毎日疲れた顔してるからね。それに私たちが理由を聞いてもはぐらかすしね。ま、そういうわけでみんな3人のことが心配になったんだ。ええ、だから悪いとは思ったのだけど後をつけさせてもらったわ。あなたたちがこそこそと何をしているのか、私たちに何を隠しているのか、それを確認するためにね。でもまあ途中で見失っちゃったんやけどね。とりあえず3人を探して頂上まで登ってみたんだよ。そしたらそこにあんたたちがイノシシを引き連れて現れたってわけ。そうなんだ。それで花よ、マキ、リン、私たちを安心させるためにもちゃんと話してくれないかしら。あなたたちが三人だけでこそこそしていた理由を、いえ、私たちに何を隠しているのかを。別に大した理由じゃないわ。花代のダイエット、ただそれだけよ。私とリンはそんな花代に付き合ってただけ。マキちゃん？マキちゃんひどい！カヨチンを裏切るにゃ！もう逃げられないんだから諦めなさいって。花よ、太ったというのは本当ですか？ごめんなさい。なあなあ、なんであんなにビビってんだ？うなちゃんの作るダイエットメニューってすごくきつくて、しかもいつもの練習に追加してやるから。なるほど、それから逃げたかったんだな。ま、そういうことね。あ、つまり3人だけでこそこそしていたのは海にバレないようにダイエットをする、そのためってことなのね。ええ、それ以外の理由なんてないわ。にしてもよ、太ったっていうのは本当なのか？オイラにはあんまり変わったようには見えねえんだけど。私もです。むしろ前よりも体がしっかりしたように見えますね。
でもその最近衣装がきつい気がして。ああ、なるほど、そういうことですか。花よ、それは太ったのではありませんよ。衣装がきつくなる理由は太る以外にもあるでしょ。体が成長したとか鍛えられたとか。私たちはこちらの世界に来てから練習に団長さんたちのお手伝いとずっと動き続けてますから。だから自然と体が鍛えられたのでしょう。つまり衣装がきつくなったのは花代が頑張っている証ですね。実際以前に比べて花代の動きが格段に良くなっていますから。そういえばそうね、激しいダンスでも軸がぶれなくなってるものね。そういえば前みたいに疲れなくなった気がする。それも体力がついたからでしょう。何よりただ太っただけなら私か小鳥がすぐに気づきます。ですので心配する必要はありませんよ。よかった、よかったよ。よかったね、かよちん。これで真っ白なご飯をいっぱい食べられるよ。お兄ちゃん。はあ、別にいいけど、食べ過ぎたら今度こそ本当に太るわよ。ちなみに私が太ったと判断したその時は特製のダイエットメニューをご用意しますので。これで全部解決やね。そうね。それじゃあそろそろ戻りましょうか。ええ、私たちの用事も終わったしね。なんかいろいろと疲れたわ。ごめんね、マキちゃん。私の勘違いに巻き込んじゃって。ごめんだにゃ。別に謝る必要ないわよ。その疲れたけど嫌じゃなかったから。それに花代たちに頼りにされるのも悪くないし。マキちゃんが出れたにゃ。出れてない。何してるの、三人とも。置いてっちゃうよ。すぐ行くにゃ。さあ行こう、かよちん。